アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージアム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。ご覧の通りですね、今やこの画面はですね、レコードダンジョンですね。無事今追加分は全部マスタークリアすることができました。次回のね、ミキコンテンツ、あ、ビビちゃんね、ビビちゃんやばいの出たらやばいっすね。まあまあまあそんな感じで、2部もね一応全部今のところクリアしてます。はい、ってことでね、報酬も結構無事ゲットすることができて、今回やりたいのがですね、まあ、今出てるパーティー実は、ファイナルファンタジー5なんですけど、ナイトメアちょっとやってみたんですよね。ライトメアやってみて、ライトメア3やったんですけど、これはまあどうせ勝てなかったんですけど、結果から言うと思うより進んだんですよね。なんかこうギルガメのね、反射がいい感じで効いてくれて 80% まで行くことができましたね。実際どんくらい行ったのかな、最後はデッドエンドで終わっちゃったんですけど、何パーまで行ったのかな、82か、じゃあ90はいかなかったんですね。もう正直言うとあれです、アビリティがもうみんななかったっす。レナちゃんも回復は追いついてたんですけど、攻撃することがもうなくなっちゃってって感じですね。アビがみんななくなっちゃっててって感じですね。そっからダメージが伸ばせないって感じでしたね。まあギルガメとクルルがブレイブの限界突破の攻撃をこうやるってこと感じでね、それで割と稼いではいたんですけど、まあ、厳しかったですね。80%、まあ、よく頑張ったんじゃないでしょうか。ってことで、やっちゃいましょうか、このルビー交換。久々です、975個ありますからね。とりあえず5個交換できるんで、とりあえずずっと欲しかったこの思考魔法剣、この2個回収します。であと魔法も連続トルネード回収します。で残り435あるんで2個交換できるんですけど、これはちょっととりあえず保留にしときます。まあ半ば決まってるんですけど、まあ一応何が起こるか分かんないんでね。まあルナドラゴンかなって感じですね。それもまあ第4弾の結果次第っていうのはあるんですけど、まあ一応ね、ユーナちゃんとオニオンとビビちゃんは確実に取りたいなと思ってるんで、まあ、取るでしょう、おそらく。今まで一応狙って今回4弾にね集中してくれてるんで、まあそれでユーナちゃんもね無事取れたら、まあ、ルナティックドラゴンをそれご褒美にあげたいかなと思います。他にもね召喚はね結構欲しいんですけどね。まあ、あとリッパープラズマかな、なんだろう、クイック デザスターかな、どっちかな、風とこっちの方かな、クイックデザスターの方かな、まあ、取ってあげたいかなと思うんですけど、あともう一個はね、まあ一応なんだろう、魔女アビのスケアリーブリザードかな、こっちの方かな。ルールーちゃんがもしね覚醒を起点に入ったらそれを手に入れてあげたいかなとは思うんですけど、多分ユフィーちゃんのね、ユフィーちゃん今回覚醒起点来るかなと思ったんですけど、フェスに入ってなかったですね。きっと多分セブンイベントがなんか来るんでしょうね。そこに多分なんか忍者アビの水星6アビ出るみたいなフラグが立ってたと思うんですけど、ちょっとね怖いんで2個残しておきます。多分1個はルナドラゴンだと思います、ユーナちゃん専用にって感じですかね。まあ聖魔法パーティーを組むってなると、聖チェインが持ってないんだね、聖魔法チェインが。それがあるとまた違うんですけどね。とりあえずちょっとじゃあ作ってみましょうか。アビリティ久々のルビー交換で星6アビリティが作れます。はい、まずは連続トルネード、久々の魔法です、新しい魔法。これでね魔法は全部手に入れた感じですね。はい、お次が
魔法剣。うわ、嬉しい魔法剣。はーい、強くなります。新規の魔法剣久々です。はーい、2つ。もうよく、まあ魔法剣これ4つしかないですからね、種類。そのうちの前2つしか持ってなかったのやりくりしてましたからね、星6は。で、あとなんだ、取ったのは、あ、今の効果3つだけですもんね。じゃあ、あとは精錬してみましょう。よっしゃ。魔法から。一回全部いけるかな。黒はね、暇さえあれば黒の結晶をやってたんで。でも待てよ。こっち風、トルネドってそんな実践的にすぐ使うわけでもないからな。まずは、土っすね。ああ、足りなそうだな、全部は。土。またこれも炎と闇か。あ、闇使うね。こっち黒か。黒も使うのか。とりあえず精錬4。ブーン。あ、てか、精錬5にできない。力が足りないのか。力と血が足りない。こっちも力だ。力と血が足りないのか。こっちは、む、風。いけちゃうんじゃないの？むが。まあ、いけちゃいましたね。むがないのか。むね。ほ、むと炎か。メルトンはまだいいでしょう。メルトンは正直実践で使わないですよね。しかも3回でしょ。これ限界突破とか防御なんか無視とかそういうね特殊なのついてればいいんですけどね。魔法剣とりあえず精霊に。ブーン。ライトセーバーみたいな音がありますね。ブーンって。あれ、もう一回いけちゃう？よ、精霊4いけちゃう？やっちゃう？実戦では使うでしょう、精霊4ぐらいは。力があと31個か。力が31個と血が2個。これはすぐクリアできそうですね。こっちは。力か。ってことは力を回りましょうか。力を回っていく感じですね。こいつに関しては無か。まあまあまあ意外と余裕かな。思ったより結晶がそこまで不足じゃないですね。あ、でもこれか。こっちも精錬4まではいけたんでしょ。こっちは無ですね。あ、力ですね。とりあえず地を1回回ってあとは無を回る感じですかね。そしたら魔法剣は問題ないでしょう。せえ、まあ、そんな感じで今回のねメロージャム TV ルビー交換でした。魔法はこれでなんとか全種類揃いましたね。まあ精錬はあとはアルテマだけかな。精錬5にしてないのは。で、魔法剣もね一応出てるのは全部手に入れることができました。なのであとは精錬するの後そこまで大変じゃないと思うんで、レベル44になってるんでね精錬、まあ、5にはすぐできるでしょう、まあ、そんな感じでスタミナ回復薬もね溜まってることだし、今全開放してあれ、あ、しまった、ギサールの野菜の2倍のキャンペーンもう終わってた。あ、そのタイミングでスタミナ薬全部使おうと思ってたのに失敗したな。しくじりました。ちゃんと見てなかったっす。そっか、2倍キャンペーン終わってるんだ。失敗したな。その時にこれ回っとけばよかった。ちゃんと見てませんでした。はい、こんな感じで今回はこれで終了します。あ、やってるか、ギザルの野菜。たくたく2倍やってる。もういつ前だろう。
え、これいつまで？今ビビって、まあ、ピョコンって出てきてビビった。それで確認しようかな。ギザールの野菜お知らせ出てるかな。ギザールの野菜、なんちゃらこんちゃら出てないのかな。ギザールの野菜あんのかな。ギザールの野菜のなんだ、あ出てないのか。お知らせにはあった。2剤キャンペーン、いつまで。足は1日前だ。 OK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 。 ツイッターの回復はいつまで。っていうか20日からやってんじゃん。もう完全にもう20何日じゃん。完全に1回もやってないな。ツイッターもちょっと回りましょうかね。回りましょうかね。回る動画って結構どうだろう、需要があるならちょっとやりたいと思うんですけどね。1日までなんで、まあ、考えておきます。やるかどうかは。とりあえずは日々のあれで集会はしておきます。ような感じでメロージャム TV は今回はこんな感じで終了です。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。 DJ ソアライズでした。ありがとうございます。